どうもこんにちは、ハゲルです。今日はですね、指引きのストローク、これのやり方についてお話ししたいと思います。こういうやつですね。これ指です。ピックを持ってないっていうやつですね。こういうジャカジャカ奏法、まあストロークって言うんですけど、こういうのってピックを持ってやってるイメージがあるかなと思います。ただピック持たないでやることもできます、今みたいにね。まあ主にアコギの方がいいかな。エレキでやってもいいんですけど、エレキって歪みの成分があるのでちょっとね相性が良くないですよね。グシャーってなりすぎちゃうっていう感じ。まあやっちゃダメってこともないので、挑戦してみたいって方はぜひこの動画で一緒にお勉強しましょう。でこれができると、それこそこのこういうジャンジャカとアルペジオともすぐにこう行き来ができたりするので、演奏の幅が広がります。ざっくり今日の動画はこんな感じでいきます。ダウンストロークってどこで当ててんので、爪の長さどんな感じで、アップストロークはじゃあどこで当ててんので、幻のピックで練習しようっていう話と、肘を振れっていうことと、で実は指もちょっと動いてるよっていう話と、まあ最後になってたけど、まあその通りじゃなくてもいいんだけどねみたいな、そんなお話でいきたいと思います。じゃあまずこれダウンストロークからみんなでやっていきましょう。ダウンストローク、上から下に下げるこのストローク、ジャーンですね。これどこを当てる、ここです。僕はね、中指と薬指ぐらいの爪を当てています。なのでちょっとストロークやるときに丸めてますね。丸めておいた方がいい。ただまあ爪だけ当てるっていうか、まあ爪か、まあそうね、主に爪を当てるぐらいな感じです。指を当たっちゃダメかっつうと、そうでもないっていう感じで、きっちり爪しか当てないっていうのも無理だよね。でも指に当て続けると痛いので、まあ爪ぐらいがいいかなぐらいな感じです。今この、まあ、この辺の爪だけがジャンジャンって当たっています。でじゃあそんなに爪が伸びてるかっつうと、どうでしょう。僕はそんなでもないかなと思います。どうでしょうかね。結構この指ストロークをやるためにすっごく爪を伸ばしてるって方もいるみたいですけど、僕は別に気にしてないですね。こんなもんなので普通に結構切っちゃってます。これでも全然弾けます。むしろなんか爪長すぎると引っかかっちゃうんだよね。で爪が割れる、いやじゃん、痛いじゃん。なのでまああんまり伸ばさなくていい。つまり皆さんも今の状態それでいいと思います。で中指と薬指って言いましたよね。なんでこの2本なのか、ズバリ適当っす。小指当てちゃいけないとかじゃないし、たまに当たってます。さっきから僕も結構当たってる。でも、まあ、なんとなく当てなきゃとはあんま思ってなくて、この辺を当てるついでに、で、まあ、どうせこんな近くにいるんだから当たるよねぐらいな感じで、別に何本当たってもいいかなぐらい。で、逆に人差し指。僕はなんとなく当てないことが多いんだけど、でも当たってることも結構あります。今これ4本当たってます。で、2本だけにすると、今これ2本で4本当てると違い分かります？分かんなくない？なので、まあ、別にどっちでもいいかなみたいな感じ。一応手をちょっと握るじゃないですか。で握ってるけど、なんとなく人差し指や中指薬指ほどは握らないかなみたいな。でも多分分かんないけど適当なんですよね。で当てないっていうのも多分人差し指が中指とかより短いからだと思う。なのでそんなに深く当ててるわけじゃないから、中指とか薬指とかがまあ当たるよねぐらいだと、人差し指当たんなくない？ぐらいな感じで、じゃあ当たんなくてもいいか、当たんなくてもいいと思ってよぐらいな感じで、そうするとちょっと握る力も人差し指は別にみたいな感じで、ちょっと置いてけぼりにしてるんですよね。ってなるからこそ手の力が抜けているような気がします。そう、ストロークは指引きであれピック引きであれ力いらないんですよ。力入ってるでしょね。で僕がちょいちょい言ってるのはね、洋服とかにこぼれたポテトチップスをペッペッって払うぐらいです。ポテチのカスなんてさ、パッパッパッってやれば落ちるでしょ。なんかべっとりくっついてむにゃうにゃってやってないでしょ。ペッペッペッぐらいでしょ。それぐらいの力です。でじゃあこの辺になんかポテチのカスがわーって広がっちまったーって、ベン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 、シャッ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 、こんなもんです。弦をちょっと撫でてやればいいんです。これがダウンストロークのやり方、ぜひみんなやってみてください。でじゃあ次アップストローク、やっぱアップもセットでね覚えたいですよね。で基本的には爪を当てるって言ってきましたこれまで。でつまりアップの時に中指とか薬指とかの爪当てんの結構厳しくないですか。でもね、いやーほんと人間の手よくできてますよ。こうやって握ることによってこっち側には親指の爪があるんですね。イエーイでアップストロークはつまり親指の爪で弾きます。こんな感じですね。見えてる？ここ、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 親指
指の爪のまあこっち側の3分の1、4分の1、5分の1ぐらい、まあ、こっち側をこうやって当てています。いやーこれ便利ですね、この人間の手で。まあ一説によると人の手はギターを弾くためにこの形に進化したとも言われております。なのであなたの手も、ギターを弾くのに最適な手をしてるのです。大丈夫だよ、弾けるよっていうことですね。で親指のこっち側を当てて、でダウンはさっきみたいにこっち側を当てて、こうあこう下げてこう上げる。今これめちゃくちゃわざとらしくやってるよ。こう下げて、まあこう下げてこう上げる、こう下げて上げる、なのでじゃんじゃん、こう下げてこう上げる、いちいちこんな握んないよ、こうやって下げてこうやって上げる。感じです。これいや最初はなかなか難しいですね。どうしたらいいんだって。そしたら逆に最初は透明なピックを持ってるイメージから始めてみてはいかがでしょうか。まあ透明っていうか、まあないんだけど幻のピックです。幻のピック、ありもしないピックを親指と中指薬指でこうやって持つ、ポン、はい、でこの状態でピックを当てるイメージですね。でピック当てるイメージだとまあ当たんないから、それよりもうちょっとだけ深く入れて爪で当てる。そうするとダウンで中指薬指の爪がこう当たって、でアップの時に親指がこうやって当たりますよね。こんなイメージですね。でこれはさすがにちょっとあの不自然すぎます。で今持ってるじゃないですか、ピック持ってるでしょ、この幻のピック。これをあじゃあやっぱりピック持たなくていいよってなったら、こうちょっとだけ力抜けるじゃないですか。で指離れるじゃないですか。もうそれです、それ、これが一番望ましい。で今ちょっとこのピック持ってたとこから離したからこう不自然ですけど、まあ実際こんなもんですね。これぐらいのまんま動かしてください。こうじゃんじゃかじゃんじゃか、まあ小指こんなピンって立ってなくてもいいんだけど、これぐらいでこうやって動かしてください。これでやると、こんな感じです。どうすか、できてますか。今はまあ真似してくれてるそこのあなた、見えてますよ、指先だけでこんなちょこまかやってるの。あのね、もっと肘から振った方がいいですよと。なんならもうこの辺はもう このまんま固定するとは言わないんだけども、このまんまで腕から振ります。でその反動でちょっと手首がこう腕から振って、その反動でピュッってちょっとこう触れたかなみたいな。これストロークのコツ的な動画でもお話ししてるんですけど、手洗った後ってちょっと水切るじゃないですか。手洗います、洗ってくださいね。手洗った後水切るじゃないですか。その時って、まあ、こっから先しか濡れてないはずなのに、こうやるというか結構こう肘から行くじゃないですか。まあ周りに跳ねるんだけど、でこうやるじゃないですか、あれみたいな感じ。うん、なんか腕から振ってその反動で手首も動いてるよねぐらい、これを意識してください。あれ、あ間違えた。こんな感じですよ。どうすか、できました。でまあこんな感じが指弾きストロークの基本的な解説なんですけども、実は僕、まあ、ずっとじゃないんだけど本当は指もちょっと動かしてます。くしゃみ出そう、出ない。そうなんだっけ、指を使っています。本当に若干ね、補佐の補佐ぐらいです。あの肘対手首対指でいうと7:3:0.5ぐらいあれまあそんな感じで、よく動いてる名前親指かな。アップの時にちょっとだけ指、ここの関節のとこ、これが見えてる、これキュッキュッってちょっと動くかなぐらい、うん、でこれアップストロークの速度をちょっと手助けしてるというか、底上げしてるというか、アップに合わせてギュッ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 っていう風にやってるっていうぐらいですね。これをやらなかったからどうっていうわけでもありません。じゃあこれやらないバージョンね。で親指ピョッてやります。今やってない。これやってない。で、やります。ごめん、ちょっとなんか意識するとなんか不自然になっちゃうけど。まあ、こんな感じ。今これちょっとやってますよって。まあこんな感じですよ。まあちょっとだけソリッドになるというか、まあ歯切れがいいというか、あのサッサッっていう感じになるかなっていう感じ。まあやってもやんなくてもいいんじゃないかなぐらい。で、ダウンの時は、ちょっと、もうアクセントの時だけぐらいかな。ダウンのタイミングに合わせて指をミャッ、ミャッ、
ニャってちょっと開いています。つまりこれもダウンしながら指もちょっとだけこの速度を、手助けしてるっていう感じですね。これはそれこそ毎回のストロークではやりません。アクセントの時だけ、まあ特にこの速いストロークでこれやり続けるの無理だからね。なのでここっていう決めだけやるっていう感じかな。このバンバンっていう時にちょっとやってもいいかなぐらいのほんのちょっとの味付けっていう感じですね。これあんまりやりすぎるとなんかすげえカッコつけすぎてるみたいで、なんかアクセサリーギラギラでちょっとダサいかなっていう感じ。まあやってもやんなくてもいいけどこんなのもあるといいかなぐらいです。まあただどうせさ皆さん最初今んとこ下手っぴじゃないですか。なのでこれやることによって極端に引っかかりの強いからベシンベシンベシンみたいになっちゃうとか、あとリズムがうんじゃうんにゃんってこのうにゃうにゃになっちゃうとかにまずはなっちゃうと思うので、そうならないようにしっかり練習しましょう。これをやってリズムが崩れちゃうんだったらもう本末転倒です。気をつけてください。まあ以上かな。以上が指引きストロークのやり方でした。どうですか、なんとなくできそうですか。で今回僕この中指薬指とか小指この辺でダウンで親指でアップとお話ししましたが、別にこれは僕がそうしてるっていうだけでみんなそうじゃなきゃいけないっていうわけでもないです。何でもいいです。まあそれこそ小指当てても人差し指当てても何でもいいし、逆にそのアップの時に親指じゃなくてアップの時もこっちの4本指で当てるみたいなのでも全然いいかなと思います。親指使わない奏法ですね。ちょっと難しいと思うけど、ちょっと親指今折りたたんだまま弾いてみますね。あ、結構きついな。思ったよりきついな。でもこのアップの時にこうアップも複数の指が当たるからシャラシャラ感が出ると思ったんだけど、結構やっぱ爪今僕そんな伸ばしてないから人差し指のこの辺肉で当ててる感じがしてあんまり美味しくない気がしてきた。もっと折りたたんだままこうやってもいいんだけど、いやーこれ無理だな。とかまあ爪伸びたらもしかしたらもうちょっと違うのかなと思うけど、爪伸びたら伸びたで引っかかっちゃうかなと思います。で引っかかったらストローク振り抜きにくいし弦も切れるし爪も割れるからあんまりいいことないかもなーっていう感じです。うん、でじゃあ逆にダウンもアップも親指でいくっていうそういうのは多少ありかなと思います。でダウン親指でいくともう爪より先にこの何この肉が当たるので結構マイルドな音になりますね。で振り抜くときにちょっとピックのこっち側からそっちから見えてるこのピックの この辺がちょっと当たるかなぐらいので、最後にちょっとキラッてするかなぐらいな感じですね。でこれはもうこういう音を出したければやってみるのもいいんじゃないみたいな感じですね。だからこんなの指先でピュピュってちょっと変えるだけなんでいつでも使い分けられるじゃないですか。最後だけ今のを使うとかね、みたいな、じゃんじゃじゃんじゃじゃがじゃんつじゃんじゃじゃがポロロロロンみたいなポロロンだけこっちでやるみたいな、そういう風にやってもいいんじゃないかなと思います。こんな感じでもうどれじゃなきゃいけないとかないんですよ。もう自由で、皆さん自由ですって言われると困るかなとも思うんですね。でも自由って行動する人、やってみる人にとってはすごく楽しいもんなんですね。で行動しない人にとっての自由ってもうその迷子じゃないですか。もうどうしたらいいかわかんない、どうしたらいいかわからないから練習しませんみたいな、もうやってみたらいいじゃないですか。これたとえちょっと間違ってても別に無駄になることないんで、いろいろやってみてください。もしくはうちのチャンネル、これぜひ参考にしてください。例えばストロークだけでも結構いろんな動画が出てます。ストロークのリズムが合わない方見てねとか、アップストロークが引っかかるならこれ見てね、手首だけにフォーカスした動画もあるし、16ビットストローク、これを覚えようみたいなのとか、そのパターンをいろいろ伝授するよとか、あとコードチェンジの遅れを直すための動画とか、まあ、結構出てます。でそれ右手の話ね、左手も例えば F コードの2弦が鳴らないならこれ見て、 C コードの1弦が鳴らないならこれ見て、 B コードこれ薬指で3本押さえたいならこれ見て、Gコード弾ける人と弾けない人のみんなの手を比べてみたみたいな動画もあります。多分ね、あなたの今の悩みにぴったりの動画があるんじゃないかなと思います。あとはなんだ、ギターってどれくらいで弾けるようになりますかとか、どれくらい弾けることを弾けるって言うんですかとか、何歳から始めるべきですかとか、成長が止まった気がするんですけどみたいな、そんな方、まあ意外とみんなが知りたいであろうこんなお話もきっちり動画で残しておりますので、よかったらご覧くださいませ。でそう、今回ので指引きストローク一応まあ少しできるようになったって方、ぜひストロークの練習するためだけに作った曲を YouTube
YouTube にアップしたのでそれ見てください。でこれ8ビートストロークとか16ビートストロークをそれぞれ5分間練習する曲ですね。これ元々はピック弾きを想定して作った曲ですが、別に指弾きでも全然問題ないです。同じようにできます。でせっかく今日でここでちょっとだけ指弾きストロークできるようになりかけてるじゃないですか。なのでこれら毎日5分間取り組んでみて、目指せ指弾きストロークマスターみたいな、そんな感じで頑張ってください。本日は以上です。ちなみに今日の動画途中でちょっと嘘をついてますね。人の手は、いや指はギターを弾くためにこの形になったんだよみたいな話しました。あれごめんなさい、嘘です。騙された方いますか？ごめんなさい。人類の指はですね、この動画の下にある高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、あれを押すためにできてるんですよ。全人類押してくれ。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。